皆さん、ちゃんと機械の管理はしてますか？自分ばっかり油取ってないですか？機械はですね、調子悪くなると、正直に異常をきたして、もう嫌だ嫌だと言って動かなくなりますから、一応この除雪機はですね、レンタルして今年雪降らなかったんで、ほぼほぼ使わなかったんですけども、おそらく日光にずっと晒しちゃったと思うんですけども、一応ですね、始動するときアクセルがつけっぱなしになるんです。おそらくですね、油っ気がなくて、もう機械がうまく動いてないんだと思いますね。ガバナ関係ですよね。やっぱり自分の動画を見てくれてる方はメンテナンスする人だと思うんですけども、やっぱり機械にも油を食べさせてあげないと悪くなるので、そして使わなくなると、なんかガバナの動きが、始動、スロットル、アクセル吹けっぱなしだな。ははー、見てください、キャブが固着してますよ。今までのアイドリングの不具合の中に、ここの固着はまだ出てきてないですけども、これ固着です。この固着を、まあ、解決してやれば元通りになりますんで、冬の間に、全く使わなくて放置してただけでも、こんな風に、キャブが固着してしまうこともあるんですね。しっかりこの辺油関係、油でなんとかなればいいんですけども、目いっぱい老けた位置で固着してるんですね。もうキャブをばらさず外側から直すことができれば、こんな感じですね。こんな風にですね、外見からも、外見というか、こんな風に
外部からでもですね、エンジンコンディショナーをかけてやれば動くようにはなりますと。で、これがスロットルの位置なんですけども、スローの位置に隙間があるんですけども、本当はここにピタッとくっつくはずなんですけども、こんな感じですね。まだ、そうするとまだ硬い。これはですね、バラさないと綺麗に、硬いな。手でもスムーズに動かないと全然お話にならないので、これは一回バラして綺麗に、掃除しないと治らないと思います。これはちょっとサクッと終わらせてしまいます。できるだけ、キャブはエンジンかかるので取り外ししないでやりたいところなんで、ちょっとこれでちょっとコツはですね、アクセルの方の弁の内側にもかけて、外側もこんな感じで、で、あと根気強く動かすと。だいぶは柔らかくなったので、もっとですね、全然硬いです。これはバラさずにいけますね。ここですね。ここが、スローの位置ですね。このプラスドライバーのこのネジが来てる、これがスローの位置なんで、だいぶスムーズになりました。はい、はい、治りましたと。ここのスロットルレバーできちんと、ここの上のアクセル弁がきちんと動くようになれば吹けないようになりますので、一応ですね、エアクリーナーをつけずにこの状態で一回閉めてエンジンをかけてテストしてみたいと思います。これでスローになればOK です。まあ、チョークして。で、ちょっとスロットルが若干高いので、プラスドライバーでここのスロットルのスローの位置をちょっと変えます。
OK です、治りました、あと組んで、戻して終わりです。以上、こういうアイドリングの不具合、吹けっぱなしはこういう原因も考えられますね。こういうところでスロットルレバーで何かこう感触がもう全くないときはですね、ここアクセルのスロットルの、弁が固着してしまっているということになりますんで、あとサクサクっと組んで始動。